イボールは置いといていいですか。本日のメイン、ちょっとハイチュウとかだけどけようか。ハイボールはじゃあ置いてください。ここは綺麗に、うん、では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 次のコーナーで、こんな感じで、じゃあ次のコーナー、タイトルコールお願いします。はい、タイトルコール、おう漫画朗読、うえーい漫画朗読、これタイトルコールなの、うん、わかんない、適当につけた漫画朗読のコーナー、イエーイということでね、はい、コーナー説明をお願いします。コーナー説明、まずはコーナー説明をお願いします。ですね、そのまんまです。漫画を朗読します。漫画を朗読しようと思います。それぞれが、紹介したい漫画、うん、お気に入りのね、漫画のシーン、シーン、好きなシーンとか、2人ないし、たまに助っ人も呼んで座長が入るかもしれないんですが、そうそうそう、で、朗読をしようという、うん、絵は見せずに朗読をしようという、絵は見せない、ここポイントですからね、はい、漫画だけど絵は見せないで想像をしてもらおう、イメージしてくださいね、はい、皆さん。あ、まあね、さっきのやつはちょっと真面目にやりましたからね。まあ、真面目にやったね。あいあいは真面目ですよ。真面目。まあ、真面目にはやってるね。真面目、真面目。心が折れただけ。折れた、折れた。うん。お前、そう。いいと思ってんじゃねえか。怒られた。怒られてた。じゃあ、そういう感じで、はい。始めましょうか、じゃあ。早速行きますか。うん、早速行きましょう。じゃあ、どちらから行きますか。はい、どちらのおすすめから、じゃあ、ほうがいいですか。私から行く感じで。いいですか、私から行くんでいいんですか。あ、構いませんよ。わかりましたよ。じゃあ私の、うん、それで漫画のタイトル当てるゲームですか。違います。じゃあ見せちゃいます、漫画は。まずいっちゃう、まずいっちゃう、いきますよ、いきますよ、じゃじゃん、これです。フルーツバスケット、ちょっとね、透けちゃってるけど、緑だからね、しょうがない、うん、フルーツバスケット、はいはい、皆さんご存知です、これ。私はちっちゃい頃から読んでました。もう読んでました、もう完結しちゃったから、あー、オッケーだけど、全部巻読みましたよ。私も読みました。あのね、これ実はすごくいい話ですよね。そう、実はすごくいい話で、じゃあちょっと知らない方のために紹介文をちょっと読ませていただきますと、はい、テントで暮らす女子高生トール、火事の腕を買われ同級生相馬由紀の家で暮らすことに。だが転んだ拍子に抱きついた相馬家の人々が動物に変身、不思議な一族との新生活の行方はって感じですね。はい、っていう感じなんですが、うん、わかりました。今まで、ちなみに僕はこのフルーツバスケットってあの作品をあまりよく知らないんですが、の、あの全く入ってきませんでした。だから要は、要は、トールくんっていう、そうそう、主役の声が堀江由衣さん。そう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 。そうそう、まあ、あの、アニメバージョン。そう、アニメ化もされてて、まあ、途中までなんですけど、辰年の動物。そうそう、辰年のね、動物が出そう。羽鳥さんね。そう、みんな結構知ってますね。嬉しい、嬉しい。うん、そう、トールちゃんが可愛いの。そう、トールちゃんがね、すごく可愛らしい。はい、その、敬語のね、女の子で。うん、可愛いんですよ。そう、主人公がトールって言うんだけど、女の子で、うん、そうそうそう、トールって言うんだけど、それもまたいいんですよ。この子ですね、この子、はい、この子がね、トールちゃん、はい、あ、もうそのものズバリ主人公なんです、うん、すごい可愛いの、はい、この子がそう主人公なんですけど、まあその十二支っていうね、十二支の動物さんたちがいるんですけど、その異性に抱きつかれると、うん、変身してしまうんです、その動物に。はい、そうそうそう、相馬家の、相馬家の人々が12人、そう、まあ13人なんだけど、そうそうそう、はい、プラス猫もいるんですよ、はい、そうそう、でその人たちのまあなんか絆というかね、絆が呪いっていう感じでね、こう鼻、はい、切っても切れないみたいな感じの呪いをこのトールくんが頑張って解いていくというか、はい、優しさで解いていくみたいな話なんですよね。はい、すごくいい話なんですよ。これね、何巻まであるの？二十何巻まであるんですよね。結構ありますね。結構あるんですよ。私実家に帰って全部読みました。このコーナーをやるにあたって、これを手に入れなきゃいけないってことで実家まで帰った際に全部読みました。全部読んで、すべての巻で泣きました。そんなにすごいね。そう、本当にね、
昔これ読んだの中学ぐらいだったのかな、中学ぐらいの時はそんなあんまり思わなかったけど、やっぱ25年6年生きてきていろんなことがあって、その末に読むとしみるものがある、うん、あまたね当時好きだったもの今の年になって読んだりするとね、うん、全然違う印象を受けたりするからね、泣けますよね、うん、そんな中でも今日は、はい、まず一巻の、はい、まあ冒頭をまず紹介ということで、そうね、そうなんでこれをね選んだかっていうか言うとね、うん、これを、はい、まあなんか主要な人が、ま、さっき言ったトールくん、あこの女の子、うん、トールくんとユキくん、ユキくん、ユキくん、相馬ユキくん、ネズミの子、はい、で相馬京くんっていう猫年、はい、猫年の子がいるんですけど。その3人が結構メインというか、はい、メインどころでこうやっていくんですが、あかねさん先ほどロドリゴという話も出て、はい、男役がとてもかっこいいっていう話からゆきくんを、はい、あかねさんにやってもらいたいっていう話、はい、要望があって私はこれを推薦したんですよ。なるほど。そうなのでちょっとゆきくんのシーンをね、ああ、うん、やりたいなって思って。ゆきくんのシーンは、うん、もちろんね、きょうくんも好きですよ、私。まあね、はい、なんか全然誰が誰だか分かんないんですけど、きょうくんはね、じゃあね、とりあえずきょうくんは猫年の人、きょうは猫、オレンジ頭の、そうそうそう。で、冒頭、冒頭やります、何ページ、まあ、でも分かんないからね、冒頭、冒頭、うん、7ページ冒頭、はい、あなたたちね、ページ分かると思うんですけど、え、あなたたち漫画持ってるじゃないですか。はい、え、とりあえず、僕とりあえずですね、ちょっと待ってくださいね、皆さんね、この人たち漫画持ってるじゃないですか、台本みたいに漫画持ってるじゃないですか、うん、いいっすよ、まあ、とりあえずこれ見といてください。そうで、そのちょっとね、今回は座長にも協力していただきたくて、この赤丸ついてるところを読めと、はい、そう、そういうこと、はい、そういうことですか。じゃあ何はともあれ早速行きますか、行きましょう、よし、冒頭ですから、皆さんの紹介、紹介的なの、え、トールくんを、あ、そう、トールくん、私を、じゃあトールくん、僭越ながら私がユキでいいのね、はい、じゃあしぐれを座長が読むんだ、そうですね、はい、だと行きますよ、風鈴は、風鈴じゃあ、あかねさん、えこう全部読むから、うん、あれとかも、はいはいはい、効果音みたいな、効果音とかも、じゃあ何はともあれ言ってみますか、言いましょう、はい、いきますよ、はい、宴会を始めましょう、みんなと楽しくいつまでも、うわ今日も暑くなりそうです、忘れ物はないですね、ではお母さんお留守番頼みましたね、行ってきます、おはようございます、本田、これあれ、格好書きなんでこれセリフじゃないです、おはようございます、本田トールです、今年の5月に女で一つで育ててくれた母を亡くし、その訳あって秘密のテント暮らしをしています、結構厳しいなこれ、今日は時間に余裕があるのでこの辺を散策していきましょう、楽な暮らしとは言えないけれど大丈夫、私の取り柄はどんな時でもめげないことです、でこうテントからこう行ってるわけですよね、テントで暮らしてるトールくんが学校に行く途中ででかい家を見つけました、めげないことですの後にで、ちょっとその軒先に行くわけですね、あ勝手に入っちゃった、そう、発見です、お家が建っていました、ここで風鈴がね鳴ってるわけですよ、落ち着いた佇まいです。で、そうすると十二支のこの石がこう並んでる、十二支のこうなんていうんですか、こう置物、置物が置いてあります。そう、あ、かわいい。あ、この赤丸のところ僕が読む。そうですよ。はい、これはしぐれさん、はい。どうぞ。あ、この人がしぐれっていうのね。あ、かわいい。珍しいこともあるな。こんなところに女の子がいるなんて。ちっちゃいわ女子高生も読んでください。え、あ、そんなのあんの？ありますよ。ああ、女子高生。
こんにちは、勝手に見せていただいてました。これあの心の声で、いや人がいました。どうぞどうぞ、日干しにしてるものですから。若い人が見ても面白いものなんてないでしょう。わあ、美形な人です。いいえ、そんな、この十二支の置物なんて可愛いです。そうでしょう、僕も気に入ってるんだ。でもやっぱり猫はいないですね。猫？ああ、もしかして十二支の昔話に出てくる猫のこと？はい、お母さんがよく聞かせてくれました。ここ、これ、ゆきくん出ない。お前、ちょっと、なんで僕読まされてる？違う、違う、ちょっと待って、あれ？ちょっと間違えた。ちょっと待って。あれですよ。ゆきくんちょっと待って。え、ゆきくん。これはしぐれさんって人なんだよね。そう。あれ、ちょっと待って。ゆきくん出てこない。ちょっと緊張していいですか。ちょっと待って。ちょっと待って。なんだったら、しぐれさんってのは福本に読んでもらえばよかったんじゃないの？違うの。違う、ゆきくんが出てくるの、これ。トールくん待って。トールくん、キリンの田村かって言われて。どういうこと？店頭暮らしだから、ね、知らない人はそうだよね。でね、知らない人はそうなんだけどさ、違うんだよ、トール君にはいろんな訳があるんですよ。そうなんですよ。まあ、ご両親が亡くなっ て, ご両親が亡くなってて、そう、おじいちゃんのところに、そう、あのお家に、うん、一緒に住んでたんだけど、うん、改築するから、そうそうそう、改築するからしばらくの間、しばらくなんかお友達の家とかに泊まっといてくれないかいって、うん、おじいちゃんは軽く言ったんだけど、トールくんはそんな、うん、あのお友達の家に厄介になるなって、そんなってなって、なぜかテント暮らしを始めるという、そうそうそう、ちょっとおかしいけどね。はい、でそしたらそのテント暮らしを始めた場所がたまたま、うん、相馬家の敷地の中だった、大きい山のねところにそうそうそうお家があって、勝手に住んじゃったの、勝手に、別にそう、ね、私有地だと思わずに、私有地だと知らずにそこにテントを張って暮らしちゃったんですよ。そう、そしたらまあなんだかんだ事件があって、まあ、あの居候していいよっていう、このしぐれさんのお宅に、そうそうそう、しぐれさんのお宅にね、なりまして、ゆきくんが出てこなかった。私にやってほしいという相馬、ね、ゆきくんと共同生活が始まるわけです。そう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 、 あれですよね、さっき一巻から全部読んできて各巻で泣いたっておっしゃってましたよね。そうそうそう、各巻で泣いたんですよ、泣くほど読み込んだんですよね。なんでゆきくん出てこなかったんですか。ゆきくんなんで出てこなかったんですか。でももうちょっと後だった。ゆきくんもうちょっと後だった。もうちょっと進んだら読めここいった、あと2ページ2ページそう、あ、2ページだった。次じゃあゆきくんとじゃあ投稿して、はい、帰りのところがいいかな。帰り、あのせっかくね、人形あるんだし、うん、人形とかも使ってみたら、人形なんか手で動かしたり、あ、これか、こうこう、そう、そこです、そこそこ、人形使えますか。じゃあ使ってみる。あのもうちょっと伝わるんじゃない？だから人形あった方が伝わるかな。なんすか、なんすか。あ、まだ続きがあるんです。そう、これもまた出てくるから、座長。え、出てくんの？はい。じゃあまたなんかマークつけられてるところ読めばいいの？あ、でもね、いよいよここ、いよいよこれで、あかねさんのゆきくんが見えました。どうしよう。皆さん楽しみにしてて。よし、ちょっと本気出すぞ。うん。いきますよ。うん、うん、うん。あ、もうやっちゃう感じ。よし。いきますよ。行くぞ。こう下駄箱でトールくんがユキくんを帰ろうとするユキくんを見つけるわけですね。あ、相馬くん、今朝はどうもです。こちらこそ、しぐれが迷惑かけちゃって。そんなこと、とても素敵な人ですね。十二支の置物とかも見せてもらって。ああ、何か話してたね。猫年になるとかなんとか。すれた子供だったのです、私。うん、猫はバカだよ、たちも悪い。あ、たちが悪いですか。本田さん知ってる？十二支は本当は十巻十二支、数支や時計として使われ、その後引用五行や
総称倉庫が取り入れられ奇境を占うものになったんだ。動物は関係なかったんですか？うん。いつ頃どんな根拠に基づいて動物に当てはめられたのかははっきり分かってないらしいけど、猫が十二支に加わる隙なんて初めからなかったんだよ。でも俺はその方が良かったと思うけど、十二支の仲間になれたからって何だって言うんだ。本当にバカだよ猫って。つまり相馬くんは猫が嫌いなんですか？すごい顔、すごい顔してる。ええ、ああ、もうこんな時間、バイト、相馬くんごめんなさい、私バイトに行かなくては、遅刻してしまいます。本田さん、今朝も思ったけど顔色があまり良くないね。まだ暑いし体には気をつけた方がいいよ。じゃあまた明日。なんとなく分かったような気がします。あまりの綺麗さに魂を吸われた気分。調子に乗るんじゃないわよ。相馬くんの優しさに引き上がるんじゃないわよ。はい、以上。なんだこれ。とりあえず丸ついてからさ、読んだけどさ、なんだこれ。これはプリ雪の人たちです。プリ雪、プリ雪、あのね、プリンスユキっていうね、あのユキくんのファンクラブがあるんですよ。学校で作られていて、うん、なるほどね。そうそう、はい。じゃあ、あながちこの、あの僕の中のブスっ子でやったのは間違いじゃない。あのこういうイメージでしょ。うん、そう。いやー、感じで。皆さんどうでした？あかねさん、どうでした？はい、あかねさん。この。ほら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 、引用語句や総称総括のところをかま、かっこいい、ほらすごい男の声。ありがとうございます。あ、男の声って座長か、これ多分男の声座長だと。かっこいい、そう、かっこいいんですよ。声だけでかっこいいでしょ。本当にすごい、そういうこと。はい、うん、なんか2丁目すばらしい。あ、2丁目、2丁目意識して。猫だからね、猫だからね。はい、どうしよう、どうしよう、もうこれね、どうでしょうかね、あのね、これ伝わったのかな、伝わったかな。なんかね、猫、なんかね、意外と猫派が多いんですよね。教訓派、教訓派の人多いですね、もしかして。教訓のとこ読みますか、読みますか。あかねさんの教訓見たいですか。皆さん、あかねくん、あかねさんの、あかねさんの教訓見たいっしょ、見たいでしょ。続き気になってきましたし、教訓が出る、聞きたい、ほら聞きたいでしょ。じゃあ読みましょうか、聞かせますよ。これね、私選んだゆうあのね、教訓のおすすめの、ね、今日が出てくるところって、まずこれ、あのカズラがね、一巻でニラまくぞ、よく知ってますね。教訓はね、ニラが嫌いなんですよ。そう、あのね、カズラが出てきて、ここどこ、屋根のシーン。あ、もうカグラ出てきた後、そう、だからカグラが来て、カグラが今で寝るから、キョウ君は今で寝られないから屋根に登っている。ここだ、オッケー、来た。うん、そう、そういう感じ。ハイボール浜田とか言われてるんですけど、悪口ですかね。褒め言葉、あだ名早速つけてもらってよかったじゃん。愛されてる、愛されてる、愛されてる、けなされてないよ、負けないぞ。よし、誰も嫌い。じゃあ、やる気元気浜田、元気浜田やりますよ。このね、教訓がすっごいかっこいいんですよね。はい、いきますよ。じゃあここまで、この神楽が出てくるまで、ああ屋根のとこまで、うん、はいはい、いきますよ。これも用意しようかな、一応いきますね。こう制服を干しているトール君がいて、失敗しました、うん、制服を干していくのを忘れてました、コンって言って屋根の上で、あ、そうだ、屋根の上、キョウ君、うわ、
なぜこのようなところに？その熊ひょうくんですかね。それきょうか。きょう、きょう、きょう。なぜそんなところに？あ、そういえば、きょうくんには部屋がないです。私が取ってしまったのですか？そんなんじゃねえよ。いつもは今で寝てる。今日は下に神楽のやつがいるから。いらしてはダメなのですか？ダメに決まってるだろう。あいつがいるとろくな目に合わねえんだ。いつも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 わけがわからん。結婚だのなんだのどっかおかしいんじゃねえのか。うざって。私はあんなに人を好きになれるなんてすごいなって思います。それに結婚はやっぱり女の子最大の夢ですしね。そんなもんなのか。なんで教訓の夢は相馬くんに勝つことですか？山で修行されたぐらいですし。あ、ああ、しぐれに聞いたのか。修行ってやっぱり大変でしたか？お一人で。一人じゃねえよ、師匠と一緒だった。師匠さん、お強い方ですか？強いに決まってるだろ。師匠の手にかかればクソ行きだってボロボロだ。師匠も相馬の人間だけど俺のことを分かってくれてて、ガキン頃から武道を教えてくれた本当に強い人なんだ。山での修行も厳しかったけど、すごく充実した毎日だったぜ。明日が来るのが待ち遠しかった。次はどんなことを教えてもらえるのか、どれぐらい強くなれるのか、考えるだけでワクワクしたんだ。少年じゃねえ、子供のようにはしゃぐ教訓は初めて。ああ、何か久しぶりに手合わせしたくなってきた。相馬くんに勝つためでなく、本当に武道が好きな方なんですね。女のお前には退屈な話だったな。え？そんなことないです。私、武道は全然わかりませんが、退屈なんかじゃありません。俺は退屈になるぞ、興味ない話されても。確かに私も物理の話などされると眠くて仕方ありませんが、でも武道は全く興味がないわけではなく、技なら少しだって知っています。右ストレート。下手くそ。また一つ本当の教訓を見つけました。いつもの怒ったような顔の下に隠れた不器用な笑顔。ウェーイ！え？もうね、わかんないから、このわかります？わかります？この感じ。あのね、教訓のこの感じ。あ、とりあえずね、あの思い入れがあることだけは。あのね、このね。で、私これ表現できたかわかんないけど、このソウル君の右ストレートっていうのもすごい可愛い。そう、あの、うん、ね、浜田すごい頑張ってあれね、人形も使って遊んでて、そうそう、右ストレートっていうソウル君がすごい可愛い。え、グイハイボール行ったのに可愛い女の子喋りしてるのが面白い。ありがとう。いいのか。面白いっていうのは褒め言葉。褒め言葉か。笑い好きでしょ。好き。でも私お笑い芸人じゃない。ありがとうございます。本当にね、だからそういう教訓もゆきくんも本当はもっともっといっぱいいろんな人が出てくるんですけど、はい、今日は金さんには教訓とゆきくんをやっていただけて、はい、私は大満足でした。教訓やると思ってなかった。でもね、いきなり言っちゃった。まだいいじゃない。俺よくわかんない女子高生やらさ。いいんですよ。木下さんです。木下さん、木下さんって名前があるの。あのね、1年、まだ1年か、これ1年代表の木下さんです、ね、プリユキ代表の、はい、なるほどね。そんな感じでね、もう、はい、じゃあとりあえず、じゃあフルバは終わりでいいです。でありがとうございました。お、ありがとうございました。はいはい、イケメンだったよ。はい、じゃあしたら次行きますか。おう、あ、じゃあ、あの、あと福本さんもちょっとね、はい、うん、選んでますからね。いつ頃の漫画なんですか？いつなんだろう、私が中学とかそのぐらいだから相当古いですよね。10年以上前だと思いますよ多分。でもね、すごくいい話、本当に皆さん読んでほしい。
本当読んでください。これちょっとね面白いのかなと思って、うん、聞いてて。すごいいい話ですよ。面白い。おお、まあ、完全に居酒屋でなんか人に好きな漫画勧めてる感じだった、はい、1999年1月25日あらそんな昔ですか。20年もいかないけど、うん、そんな前だ。へえ、1999年、16年前。ノーストラダムスの大予言。ノーストラダムスの時だ。へえ、私が眠れなかった。ノーストラダムス眠れなかった。毎日怖くて眠れなかった。旧世界終わっちゃうんだ。終わっちゃうん、どうしようと思って。あ、ちなみにじゃあ、はい、次の作品の方に。次の作品の方に、はい、行きましょう。行っていきたいと。今度はね、あかねさんが、はい、おすすめの。屋根裏テレビツイッター、アットマーク屋根裏ドロです。フォロー、プリーズ。私はですね、じゃん。機動戦士ガンダムオリジンです。ウェーイ、ウェーイ。ガンダムですね。燃え上がれ燃え上がれ燃え上がれガンダム。どうせそれしか知らないんだろう。ほらほらおー、まさかガンダム、ガンダム、ガンダム。これ読むんですか。読もう、これを読みます。なるほど。ガンダムすごいわ。え、マジか。うん、やっぱり。これ俺も読むんですか、これ。ガンダムを。小本さん、これ俺も参加する。金さん、ガンダムいけんの？いけんすよ。ガンダムいけますよ。何でもいけちゃう。ガンダムいけますよ。ガンダムいけますよ。うん。金さん、ガンダムやるの？ガンダムちょっと待って、ガンダムは喋らねえ。ガンダムだって、ガンダムいけるのって言うから。ガンダム役ができるのは SD だけです。SD って何ですか。 SD、スーパーディフォルメの略ですね。あのちっちゃいやつ、ガンダム、本当にガンダムが喋る。へえー、あるんですか。アニメにもある。へえー、はい、SD ガンダム、サイコガンダムがすごい可愛いとか。はい、私ガンダムを選びました。ガンダム選んでました。で、どこ読むかっていうと、うん、ガンダム説明いらないよね。ガンダム知らない人います？いらんよね、別にね。ガンダムが あの機械が出てきて戦うっていう感じのやつでいいんですね。はい、機械ガンダム、モビルスーツです。モビルスーツです。知らない人すぐ隣にいましたね。知らないんだよな、ガンダム。まあなんかその最初からですね、アムロが15歳の時の、シャアも若い時の一番最初ってことか。そうです、ファーストガンダムって言われるやつですね。あのアムロがガンダムに乗る前から始まるところですね。特秘計画ガンダムが露見するとこ、28ページ、ここか。よし、はい、これからまあしばらく34まで。結構長いっすね。はい、うん、あ、僕はやっぱりあのありますよ、ダチョウも。漫画じゃないんですね、僕あの、うん、コピー、そう、さっきから僕コピーの紙渡されてるんです。そうですよ、3冊も買えませんからね。うん、あの俺だけケチられる、うん、いいや別に。じゃあ座長は赤いラインがついてるところ。わかりました。はい。ご親切にありがとうございます。お姉さんがやってくださいましたから。はい。フラウボー初登場シーン、アムロ初登場シーンのところをちょっと、うん、やる。赤いさん何ですか。ハロですか。ハロはやるけど。ハロはやるけど。ハロはやるけど。どっちかっていうとフラウボーをハマハマにやってもらう。私がフラウゴ、女の子の方ね。うんうん、これね。で、あ、じゃあ主人公をアムロを、はい、じゃあアムロやります。やるってことは、アムロモノマネはできないけどアムロやります。わあ、知ってるアムロぐらい。いきますか。ナミエじゃないよ。はい、ナミエじゃない。見えないの、分かってます。くだらないこと言わないんでください。怒られる。いきますね。出しとこう。あ、ちょっとやります。よいしょ、フラウゴ、よいしょ、2行でいい、よいしょ、
ガンダム。人形の表現するガンダム。ちょっとこ邪魔。よいしょ。いきます。アムロ、アムロ、アムロ。なんで笑うんですか。なんで笑うんですか。なんで笑うんですか。なんか今の。まあ、私これ本通りに読んだんだよ。確かに。アムロ。アムロ、アムロ。いや皆さんに見せたいんだけど、これいやあの本当にね、あのね、これ字だけで読むとアムロ、アムロ。アムロオオって書いてある。相当叫んでる感じですよね。そう、すごい叫んでる。だからそれは結構忠実に読んだ。忠実に読んだ。なんで笑うんですか。面白かった。ちょっと面白かったです。あ、あれ、あれですね。アムロオって何ですか。アムロの家に、そう、アムロの家に、はい、フラウボー、フラウボーが、フラウが、フラウが走ってる、はい、お近所さんなんでね。ちょっと、あの、気を取り直してね。はい、もう一回。もう一回いきますか。もう一回行きましょう。でください、ね。もう割らない、もう割らない。大丈夫、大丈夫。真面目にやるコーナーですかね。真面目に、はい、やって。私だって、頑張ってるんです。すれなくてもいいじゃん、ね。そうだ。いきますよ。はい。タッタッタッタ。アムロ？アムロ？アムロー！またゲートだ。トントンか。一体なんだよこのファイル。ズン。RX78 ガンダム。またわからない数字。図面。アムロ。これモニター。アムロ。補給管がついたのよ。行かないの？アムロ。開いてるよそこ。まあ、ウィン開けて入ってく。アムロ、どこ？はあ、また食べてない。せっかく作ってあげたのに。アムロ？ザクだ。ザクのデータは。なんで父さん。胴体中央が核融合エンジンか。ふーん。これのどこがコロリの工事資料。アムロバーン。わ、部屋が散らかってる。フラウ、おはよう、おはよう、おはよう。これ外す、これ外す。いや、どうかした？フラウ。これアムロね。すごい格好してます。下着姿ですね。汚い！臭い！何か着なさい！早く！ダク、どうしてこんなの？この間片付けて、この間片付けてあげたばかりなのに。それにいいの？お父さんの書斎に勝手に入って叱られない？フラウボ、フラウボ。ちょいちょい出てしまう。いいんだ、親父出張だから地球に。帰ってくるんでしょ今日。今着いた補給艦で。そうだっけ。呆れた。ハヤトくん。いや、フラボ。ダメよハヤトくん、お隣同士でしょ。ちゃんとしてあげなきゃ。またアムロのことかよ。だって軍属だろあいつの親父。あら、工事責任者よ、ここの。ボロロ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 。わかるもんか。核壁の向こうで何やってんだか。ハヤトくん。あんな奴らがここへ来なかったら。ブロロ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 。じゃあな。ロロロロロロ。ウィン。なんか食べてる。アムロがなんか食べてる。おにぎりじゃないけど。
さっきフラウが作ってたあれじゃないの、サンドイッチだ、フラウのサンドイッチ食べて。お行儀悪いわよ。うん、もう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 充実あ、アムアム、どこまでやる、うん、これ、え、私、うん、どこ行くの、逆じゃない、あ、そうか、うん、そうだ、どこ行くの、ドッキングベイ、あ、そうか、もうしっかりしてよアムロ。お母さんがね、お砂糖と小麦粉をたくさんもらってきてって、それと洗剤、物資が欠乏しててみんな大変なのよ。ふーん、ここの工事なかなか進まないから、ウィーン、アンダーコンストラクション、待って、どこ、どこにそれさ、建物に書いてあるやつだから読まなくても、あ、でもその前にノーティスがあった、あの、なんですか今のは、どうでしたか、うん、なんだろう、擬音が多く、あの人形のおかげでなんとなく想像できたわ結構忠実に動いてた、結構ね、すごく、あかねさんはやっぱ上手、あのね、あのお父さんのパソコン勝手に覗いてたんだよな、アムロ、そうそうそうなんです、クマが一生懸命パソコンいじって、上手でしたよ、すごくよかった、あのむしゃむしゃはおにぎりで表現したのね、むしゃむしゃ、そうなんです、このこのね、謎についてるおにぎりね、このクマ、おにぎりついてるんです、そっちのあれ、なんかウサギにもなんかついてる、ウサギにはね、イチゴがついてる、はい、はい、なんで普段邪魔なんでここに収納してます。なんでクマはこれで投げた、私使った、まあまあまあ、まあね、どうでしたか、どうだったんでしょうね、ねえ、私なりにフラウボーっていうキャラをやってみたんですけど、髪型が似てる、ああ、似てるあ、あの共通点、確かに似てるわ、あのあとね2人とも昭和顔、ああ昭和顔よく言われる、うん、あの渡辺美里に似てるってよく言われます、ああのマイレボリューションとかの、うん、うん、あんまピンとこない私けど似てるって言われる、今でもライブやってますよ、似てる、確かに似てるって、すごい似てる似てるの、ありがとうございます、天井一座の渡辺美里こと浜田美里でキャッチガンダムの中で一番いい女だと思いますって、そんないい役を私いただいてたんですか、ガンダムの中でかなり、あのこの後ね話が進むとね、なあの10年後ぐらいかな、うん、あのゼータガンダムの時にハヤトと結婚してますからね、はい、マジ、さっき出たハヤトとこのまたアムロのことかよって言ってるやつあ、そういうイメージ、うん、だって軍属だろあいつの親父、またのもんかっていう、ハヤトいいやつですよ、でもすげえ嫌なやつ、こう見ると全然そんなことない、うーん、フラウってそんないい人なんだね、いや、あのもう誰もがアムロとくっつくんだろうなと思ってたら全然そんなことなかった、うん、へえ、裏切り者、アムロかアムロなんだ、いっか、でもね、この一巻の後のこれがすごい感動した、うん、あ、母さん母さん母さんってこうフラウボが言ってる、フラウ逃げないと君もやられる、逃げるんだフラウ、君は強い女の子じゃないかってやつ、うん、めっちゃ感動した、ここで泣いた、走るんだフラウ、走れフラウ、ちょうどなんか表紙がそんな感じじゃないですか、うん、うん、ちょうど、ね、表紙のちょっと表紙ここが、ね、君は強い女の子じゃないか、一生懸命説得してるんですね、フラウいい女だ、なるほど、あと、ね、家族の悲しみ、あ、死んだ悲しみとかもね乗り越えてね、そう死んじゃうんですよね、うん、本当に、あともうガンダムそこまでで大丈夫ですか、そこが読みたかったの、17歳で見直し後4人引き取るのフラウ、あ、そうです、そうです、そう、
へえ、うん、そうすげえ肝玉母ちゃんですね。あの戦艦で一緒にね生活することになるね、ちっちゃい子4人ねそのまま引き取っちゃうんですよ。あの自分の子供として育てる。へえ、できた女だわ、絶対できないわ私。ちなみにじゃあ、質問です。ってないな。そのみなし子の名前は誰か一人でもいいです。何でしょう、答えてください。え、シャーショーさ。みなし子じゃねえな、今現在それ戦争に参加してる人だね、その作品の中で。アズナブルさん。カツレツキッカ。うん、誰が教えてくれじゃあ考え、ちゃんと知ってます。ありがとうございます。素直。カツレツキッカ。そうだ、ここにね、載ってるんですか。で、もちろんあの2巻だったかな。あの、じゃあ、ハヤトくん、あの、小林ハヤトだって名前なんですね。小林ハヤト。はい、あの、だから、あの、カツくんとかはね、あの、小林になるわけですね。小林カツ。結婚するから、いる、そういう友達いる。いるんだ。小林勝。勝じゃないけど。セイラさんしかいない。セイラさん。まあどうでしょうか、皆さんガンダムみんな分かってもらえましたかね。ペアと小林。おー、子供たちいないな。分かんない、ごめんなさい。いないな。じゃあ。あ、まだ読みたいところがあるんですか。もう1箇所ぐらい。 Z にも出て、 Z? ゼータ？ゼータだね。ゼータ。なんかみんながいろいろ教えてくれて勉強になる、はい、面白い。ゼータガンダム、ダブルゼータガンダム、はい、その後ちょっと曲がって、ニューガンダム、シード、うん、シードは全然違う話。全然違う方。なんかダメで言うとダメだな。全部潰しちゃうからやめよう。はい、何、次は何読みましょうか。どこだっけ、ここら辺を読みたい。何ですか、ここ。それも資料もらってないですよね。ないです。じゃあ僕は参加しなくていいんですね。あ、ここだ、ここら辺だ、ここだ。あった。だからさっきのやつのすぐ後ですよ。おう、なんかすごいいっぱい機械が出てくる。だからアッシュ、ジーン、スレンダー。行くぞジーンから。行くぞジーン、行くぞジーン、ここ。お、行くぞジーン。ジーンと誰が行くんですか、これ。ジーンと総長殿。総長殿か。ジーンと総長殿が行くの。あと、なんかアッシュがいるけど、誰がどれ喋ってるかがよくわかんない。これだとから、うん、あのセクション2の前まで。セクション2の前まで。ガンダムドーンまで。ガンダムドーンまでね。オッケー。大丈夫ですか。これ読みます。これ。こう読みますか。うん、はい。行くぞジーン。私どっち。早朝殿をあかりさんがやるってことですか。早朝殿は私ですか。うん、はい、オッケー。はい、これペンのこと。ペン、うん、何ですか。はい、これどう。よし、はいはい、どうぞ。あ、そうか、私からか。行くぞジーン、行くぞジーン。散策してます。くしゃ。超弾防止液に観測灯か。さあ、工事ブロックとは聞いて呆れるな。総長殿、旧タイプのモビルスーツです。なんかここら辺になんかある。うわってなってる。これか。熱戦兵器による破壊だな。破断面を撮影しろ。まだあるな。あれはコード名
ガンタンクか。模擬戦の標的にしたな。こりゃすごい。まるで旧型の墓場です。強力な熱線による切断だ。これも我が軍にこれに該当するビーム兵器はありません、総長殿。連邦の新兵器か。アッシュが、なんだアッシュ。総長殿、敵です。ドドドーン、なんか撃たれてる。バルカンを撃ってきています。応戦します。すぐ行く、アッシュ軍曹。ドド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 ド、もうどうしかない、これ。ドド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 どうしかないです、ここも。あ、やったのか、アッシュ軍曹。あ、やったのか、アッシュ軍曹。一人二人がやり話した。どうした総長殿、総長殿、ハイパーライフルが効きません。ハイパーライフル、なんか来てる、来てる、来てる、来ます。敵が向かってきます。連邦軍の新モビルスーツです。ドド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 ド、またどうしか書いてない。ドド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 バーバー、何やってんの。バーバーじゃーん。すごい、これ今どうどう言ってる間に、あがねさんが帰った、ずっと。だから私、あの総長とのちょっと一応確認なんですけど、このクマとウサギは今ザックやってたのかな。違いますよ、ザック、アッシュ軍曹、アッシュ、アッシュさん、アッシュと総長、アッシュさんと総長は乗ってたんじゃないの。ザック違うんだ。乗ってますよ。あ、そうだ、ザック、うん、そういった意味ではザックだよね、うん、あ、なるほどね。なんかもう途中からこれがベア界に見えてしょうがなかった。そうそうそう、違います、ザクですよ、ザクですよ、ザク、ザ、これがこれガンダム、これがこれバッから見たガンダム、これがドド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 ド、すげえ撃たれてるんだって。ドドドドドのおかげでなんとなく伝わったんだけど、それまでドドド言ってるのが一切何も伝わってこなかった。もうどうしか言いようがないの、これ。ドドドドこの連邦の新兵器、いいの、見せていいですか。連邦軍の新モビルスーツです。ドド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 、もっと言い方あるんだよ。ドド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 どうどうどうじゃないか。こうやってこうやってダダ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 ってやめばいいの。それどうどうどうっていうからわかんねえ。ダダ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 、もうガンダム圧倒的なんですよ。ガンダムマジいいですね。装備もそうだし、頑丈だし、うん、あのね、あのとりあえず実験機だからね、一機スペシャルな機体を作ろうってことで作られたのが連邦軍の切り札ガンダムでしたからね、はい、あの大きく性能を凌駕しないといけない、あの従来のモビルスーツのというコンセプトで作られたのはガンダムです。これ。はい。そうなんですよ。本来パイロットでもなんでもない、まあちょっと資料は読んだけどみたいなぐらいのアムロが初戦で普通の兵士に勝てたのは一人にガンダムのおかげであるという。ね、食らっても問題ないし。
攻撃すりゃ当たるし、はい、みたいな。あ、ちなみにさっき浜田さんがあの名前出したシードっていうのは、うん、この初代ガンダムに近い作品なんですね。世界観が違うんだけど、うん、初代ガンダムをちょっとなぞって作られた作品です。はい、これの系統の話じゃなく、うん、また別のアナザーストーリーっていうか別の宇宙の話、うん、この系列じゃないんですよ全然。うーん、同じガンダムって言ってもいろんな種類があるんですよ。時系列がちゃんと並んでるガンダムと全然関係ないガンダムがある、うんうん、初代のオマージュ。オマージュ、はい。ピコロは笑う。あじゃあじゃあ。完全にそこ。かわいいですね。どう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 。まあ、どうどうですね。どう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 。てな感じでした。ちょっとですね、ガンダムは一巻目読んだんで、二、うんうん、巻三巻とどんどん続けようかな。続けよう。あ、続けるね。あ、じゃあせめてさ、なんか武器の効果を考えよう。でちょっとじゃあ練習しますね。ちょっと練習しようか。はい、どどどどどどど、うんうん、なんだろう、もうムツゴロウにしか聞こえねえよ、お前やめちゃ、ただ細かい動物ちょっといじり出し、さっきうまかった。次回までに練習します。大丈夫、はい、大丈夫大丈夫、そのサバゲーのやつとか見るから大丈夫、はい、オッケー、はい、まあということで、はい、時間を切ないということで、何何時、何時、今もう4時11分やべやべやべ、やばい、ちょっと頑張りすぎちゃった、うん、いやでも意外と面白かったんじゃないでしょうか。本当です、本当に視聴者の皆さん だって今この時間でもまだコメントくれる人いるんですよ。本当嬉しい、すごい、ありがとう、次回も期待、ありがとうございます、うん、浜田さん、戦場物不得意ですか。でも戦場物に得意も不得意もありますよ。あるんじゃないあるんじゃない。切れたけど、切れた、あ、よかった。戦闘物ね、あんま見ないんですよね、苦手、はい、ちょっと私もとりあえず浜田は動物が好きだってのよく、うん、動物は好き動物は好きですよ。はい、じゃあというわけで漫画の朗読のコーナーは終わりと、はい、ちょっとアムロのモノマネ練習してこよう。アムロね、アムロ、そうですね、アムロとシャアは、シャアは座長に任せてれば大丈夫かな、うん、シャアは、シャア出てきたらなんでや、若さゆえの過ちなんかあれだな、我がさゆえの過ちというもの、あのちょっとね、次回まだ何やるかっていうのな、とりあえずじゃあガンダムやってみようか、うん、じゃあ1本はガンダムやるとして、うん、もう1本ツイッターなどで募集しましょうか。おう、リクエスト、リクエスト募集しますか、かけてみますか。この2人にぜひやってもらいたい作品の、うん、なるべく細かい、なんか何ページ目やってくださいみたいなのを教えてくれると、うん、この漫画のこのシーンをやってほしいなっていうのがあったら、うん、ぜひそのリクエストに応えたいと思いますので、うんうん、次回が10月の6日なんですよ。そうですね、1ヶ月あります。10月6日なので、はい、まあ2週間ぐらい欲しいかな。そうですね、そうですね、じゃあなるちょっと早い段階でね、みんな教えて、うん、皆さん教えていただければこの2人が頑張ると思いますので、あれば、はい、誰のツイッター、誰でも、誰でも、誰でも、でも、浜田でも、浜でも、なんなら僕のツイッターでも構いません、うん、何でも、うん、あとあれだな、青天井のメールアドレスみたいなのに送ってもらってもな、ね、はい、あとはね、あの屋根裏 TV さんの方のね、うん、ツイートの方です、うん、はい、あ、そうだ、これ見せるの忘れた、これです、はい、ほい、ちょっと撮りますね、一応やっとくか、こっちか、はい、どうぞ、透けてるぞ、おい、青天井一座の公式ホームページ、青天井 .harisen.jp、 青天井日誌、青天井一座 FC2 ブログですね、があります。ここに私の私的な日誌、あ、そう、シューティング女子の、うん、どうだったかみたいなの写真付きでこの日誌にあげてるんですよ。そうそうそう、はい、上げてます。上げてますので、うん、で、まあ、ここだったり、あとは、私のツイッター、あかね、アンダーバー福本なので、ここに、あとは、はい、私、玉浜の、私のツイッターに、個人的な、ボルグじゃない。ボルグ、なにそれ、最初の引き取った、なんだっけ、名前、ボルビックじゃなくて、なんですか、それはね、ボルボックス、ボルボックス。
そうですね、幸せ毎日というブログをやっております。浜田美希ボブ幸せ毎日。何そのバカにすんのみんな。そんなことないよ。アメブロ .jp hpyxevd で、うん、ね、このね